ちょっと待って、すげえ、なんか宴会が始まってる、宴会が。人の数だけ好きにもいろいろな形があるよ。人の数だけ好きにもいろいろな形があるよ。たくさん本当に嬉しいメッセージもいただきました。なのでこれからも、ね、私たちもステップアップできるように頑張っていきましょうということで乾杯したいと思います。まい、では皆さんグラスを片手にいいでしょうか。はい、うまい、いきますね。乾杯、乾杯、乾杯。じゃあ皆さん乾杯。時計に向かう列車をただ待つことしかできない。僕らはきっと、ああ笑顔で溢れた。さあ飛ぶまた Let's go Define さあ渡るように。染みが消えるように日が昇る前に見せてくれよ。まだあとは残ってるものだと助けた子供みたいに必死になって遊んで、それももう空気だ。空が青いように誰にも気づかれず、身をもって知ったあの頃のように、さよならこの孤独な時間よ。まだ、ちょっと
君が笑顔になれるなら、榊原マイクライブスタート。やる機会も多いです、まあ、特にこの11月は学校のね小中学校の人権週間期間ということでね9回10回とあの講演があります。あの仕事どこじゃないんですよねあのどっちが仕事かわからないみたいな状態ですけど、やっぱり命と愛と LGBT ね、あの人の命を救うために、まあ、皆さんと一緒になって活動させていただくということで今頑張っています。以上ですね。来てくださってます。皆さん大きな拍手で、私の力、あなたを思うと涙が溢れる。愛しているの涙、こんなに温かい涙が知らなかったんだ。
いろんな人がいるっていうことが当たり前になると思います、うん、そういう世界、そういう社会を自分たちは作っていきたいと思って今活動しています。自分たちは10年後、20年後の未来がもっともっと、みんなが生きやすい社会を目指して、活動しています。皆さんぜひぜひ、これからもこの活動応援をよろしくお願いします。今日の公演じゃない、ライブを聞いて、皆さん何か感じ、考えるきっかけになってもらえたらと思います。皆さんそう気づいた時にリスタートしましょう。それでは聞いてください。リスタート。それでは皆さん今日ね配信見てくださった皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。せーの、バイバーイ。手がいっぱい。はい、終了です。はい、ありがとうございます。さあ今から春菜さんのお母さんと一杯飲んで帰らないと帰れません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではね皆さん。